サムライチャンネル。皆さんこんにちは、サムライチャンネルです。今日はホンダのハイブリッド除雪機を発電機にするという動画をお送りしたいと思います。急な停電や災害、そしてオフシーズンにも活用できるかなと思いますんで、自己責任となりますが参考にしていただけたらと思います。そしてホンダさんにはぜひね、標準装備かオプション販売をしていただけたらと思います。それでね、必要なのはこの 24V のインバーターとなります。 Amazon で2万円ぐらいだったかと思います。それと付属のケーブルが短いようでしたので、追加でワニ口クリップを購入しました。2万円というとね、ちょっと高いなぁと思っていろいろ考えたんですけれども、冬しか使えない除雪機をまず1年中活用できるようにできる、そして世界中で普及しているハイブリッド除雪機が発電機になることによって、災害の時に誰かの命を助けることができるのではと考えて購入を決めました。もちろん本来の目的とは違くなってしまいますんで、自己責任となってしまうんですが、ぜひ本田さんにはね、改めて、誰にでも簡単にね、安心して使えるオプション販売をお願いできればと思います。ワニ口クリップのね、ヒューズはね、30アンペアがついていました。インバータ本体のヒューズはね、50アンペアが付属してたんですけれども、本体のね、ヒューズの交換は中を開けないと交換できないようです。装着が終わりましたんで、ボンネットを開けて、バッテリーに接続をしていきたいと思います。それでプラス端子から繋いでいくんですけれども、マイナス端子を繋いだ時に、パチッと火花が出るんですけれども、これはね、内部にね、コンデンサーに電気が溜まっているのに、電気が流れることが原因で問題はないようです。エンジンをね、かけない状態でちょっとスイッチを入れているところです。正常にね、機能しているようですんで、エンジンをかけていきたいと思います。エンジン始動もね、入力電圧が上がって、出力の方もね、安定してますので、正常に機能しているなというふうに思います。で、今除雪機のね、エンジンの回転数はアイドリング状態で使ってるんですけれども、これ使う器具によってはね、少しエンジンを回転数を上げてやった方がいいのかなというふうにも感じました。で、今回のインバータは制限波インバータなので、パソコンとかね、家にあるもの、何でも使えるのかなというふうに思っています。で、とりあえずマキタのね、バッテリー充電器を使って、ちょっとチャージしてみたいと思います。マキタの充電器ね、横のところにね、USB のね、ジャックもついてるので、意外とこれね、いろいろ使えて便利ですよね。それではコンセントの方を挿していきます。表示の方はね、変わらないですね。まあ、まだ挿すだけではね、そんなに大きなね、出力が出ているわけではないので、こんなもんかなというふうに思います。それではね、バッテリーをチャージしていきたいと思います。ちょっと片手でね、撮影しているので、ちょっと見づらくなってしまって申し訳ないんですけれども。衛星上にね、充電が始まっていますね。で、電圧の方も少し上がってるんですけれども、正常に機能していると思います。それではね、この除雪機の状態を見ていきたいんですけれども、今はね、エンジンをかけただけで、アイドリング状態のまま運転をしているところです。警告灯の方を見ていきたいんですけれども、特にね、異常ランプは今のところ出ていません。今使っているね、器具の、消費電力もあまり大きくないので、今のところはね、そんな体制に影響がない状態かなというふうに思っています。まあ、正常に充電されてますね。まあ、最後まで充電をね、やりきりたいんですけれども、いろいろね、試験をしていきたいので、この辺でね、バッテリーの充電は終わりにしたいと思います。次にね、本来こっちを先にね、試験すればよかったんですけれども、電動ドライバーですね、私最近愛用の。こちらの方もね、スマホと同じ充電器具ですので、同様に充電ができていると思います。
次にね、本番の試験となりますけれども、家庭内で消費電力の一番大きいものの代表がドライヤーですよね。こちらの方を試験していきたいと思います。故障覚悟でね、限界チャレンジを行いますんで、一応調べてみました。説明書にある配線図を見ましたら、24V 40A と記載がありました。そのためね、インバーターでの変換ロスも考えて、まあ 700W ぐらいまでだったら使えるのかなというふうに考えています。それではドライヤーの方を試していきたいと思います。はじめに送風モード、そして次に弱モード、それで最後にね、もうこれ故障覚悟の強モードでのチャレンジに挑みます。それではね、まずは送風モードのスイッチ入れたいと思います。送風モードはね、ただモーター回ってるだけですんで、そんな大したね、電力は食ってないので問題ないかと思います。続いて弱モードですね。一瞬ね、エンジンが止まりそうな感じもあったんですけれども、弱でもね、暖かい風が出ていて、運転をしてくれています。この弱モードがね、動いてるってことは、先ほどの計算が大体正しかったのかなというふうに感じました。次やるときはね、もう少しアイドリングを上げた方がいいかなというふうに感じてます。続いてね、強モードのチャレンジをしようと思ってるんですけれども、さすがにね、故障がちらついて一旦ちょっとスイッチをオフにしてしまいました。それではね、覚悟を決めてもう一度チャレンジをしていきます。再び送風をオンにします。このね、強モードへのチャレンジっていうのはね、多分無理だろうっていうのはね、もう分かってるんですけれども、本田宗一郎物語を読んだ時に、社員に向かってね、やってみないのに何が分かるんだと檄を飛ばしたのを思い出して、まず私もね、やってみようと覚悟を決めたところです。700W ぐらいまでね、使えることが分かったので、灯油のボイラーですとかファンヒーターも十分使えますんで、これでね、チャレンジをやめれば私もね、災害に備えることができるんですけれども、このままね、挑戦してみたいと思います。それではオンにしていきます。いや、やってわかることもありますよね。きっとね、分かってる方はね、当たり前だろうという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この後ね、ちょっと原因を究明していきました。まあ原因をね、究明するまでにね、まず呆然としてしまってね、しばらく動けなかったんですけれども、それでもね、このまま動画撮影をも行わなければならないので、調べていったらね、この部分のね、ヒューズが飛んでいるのが分かりました。除雪機自体はね、全く異常もなかったんですけれども、この後ね、ここの部分のヒューズを新しい 30A のものに交換しているところです。ヒューズの交換自体はね、抜いて挿せばいいだけなので簡単に交換はできました。それではね、電源につないでいきます。さあ、電気が正常に入るか。あ、いいですね。いやー、本当にね、買ったばかりのインバーターをね、すぐ壊してしまったのかと思ったんですけれども、正常に直ってくれてよかったなと思っています。やっぱり上限はね、700W ぐらいですかね。このホンダのハイブリッド除雪機はキャタピラの部分をモーターで駆動しているので、発電機をね、積んでるんですよね。それですんで、 24V のこの制限波インバーターがあれば、一般のね、家電製品が使えるようになりますんで、急な停電の時ですとか、また災害、それから野外のイベントとかね、いろいろこう活用方法が広まるんじゃないかなと、そんな風に考えています。もし私の動画にアドバイス等ありましたら、コメント欄でよろしくお願いします。皆さんのコメントですとかグッドボタンが私の動画作成の励みになりますので、応援よろしくお願いします。